松平景則は、江戸時代後期の大名、播磨国明石藩9代藩主、下には14以上、兵部、大助、左近衛健中将、直良家越前松平家10代、文政9年、7代藩主、松平忠商の長男として、江戸藩邸にて誕生。幼名は、藤次郎。文政10年、当、時家昭和11代将軍、徳川家斉より、自身の26男、周丸を養子として供養され、翌文政11年に、周丸が、明石藩の世継ぎとなる。文政13年、母、四川院は、実子の藤次郎が、次期藩主となれず苦悶のうちに死去する。天保9年、元服し、父、宰相より直則と名付けられる。弘化元年4月、8代藩主、蔡仙が、病気重篤になり、急遽、世継ぎとなる。6月2日に、蔡仙が死去し、7月17日に家督を相続する。8月15日、12代将軍、徳川家慶に初めておまみする。翌月、家慶の偏忌を授かり、景則と改名する。14位下に叙され、兵部大助に任官する。弘化4年、侍従に任官する。嘉永5年、奥平正隆の11女、針姫と婚姻する。嘉永6年、外国船の来航が頻繁になったため、明石海岸に12カ所の砲台を築く。ペリーが浦賀に来航し、明石藩は品川警備を命じられる。翌安政元年、明石藩、神奈川の警備を担当する。安政3年、針姫と離婚する。この年、左近衛健少将に任官する。文久元年、14位上に少女する。慶応2年、第二次長州征討に参陣する。左近衛健中将に任官する。翌慶応3年、長州征討より帰参。幕府より京都警備を命じられる。明治元年、鳥羽、伏見の戦いには、幕府方として参陣したが帰参し、大阪城にあった15代将軍、徳川慶喜の救出ができず、明石に引き返す。明石城に、官軍の山陽陳武氏が進軍したため、本家筋の前、福井藩主、松平春嶽の取りなしで恭順の意を表し、城を明け渡す。官軍に従軍し姫路まで進軍する。戊辰戦争に参戦し、藩兵を越後方面へ派兵する。この年、藩校、慶義館が開かれる。明治2年に隠居し、家督を長男、直知に譲る。明治3年、鶴雲と合する。明治17年、直知が病没し、次男、直則が家督を継ぐ。この年、家族令制定により、直則が子爵となり、家族に列する。明治30年死去。日付は旧暦。ありがとうございます。